触れてしまいましたが、もつ鍋選手この表記なんですね。まあ今日はマサ選手もエントリーしてたんですが、はい、まあ、彼はねこう長らくマサ選手にミラーに敗北し続け、こう成績も常にマサ選手が上に居続けということで、はい、まあ、かなり新さんを舐めさせられていたんですけど、まあ、本日はね俺が一番強いかも、はい、ファルコでは一番強いという。最近結構ツイッターなんかの言動からも俺が全一ムーブをし始めた印象があるモッサベですね。心の底から言ってるかどうかわかんない。まあ、彼は本当にその辺の営業というかマーケティング上手いプレイヤーですよね。さあ、そんなモツナベ選手とユズ選手によるルーザーズクォーターファイナルです。さあ、まあ、ファルコといえば、うん、オムナウト選手も、ね、もちろん選手としてのオムナウトさんも扱っているファイターですけど、はい、まあ、このカードどういった印象がありますか。まあそうね、着地がきついね。意外と復帰阻止できないねっていうことで。なるほど、うん、まあ、復帰のルート意外とこう上から下からずらせますもんね。タイミングもいっぱい選べるし、あとは単純に横軸強い、はい、ファルコは横軸弱い族なんで、まあ、その横軸をどうにかして上強を通すキャラです。あ、そうだね、まあ、今のところはこう空中前の裏タクでダッシュつかみを通してるって感じだね、はい、さあ空中前上スマッシュ、はい、いきましたが、ここで手前が通ると撃墜まで雑速先生もつなべ選手のファルコ、多分外ずらしが外変更に化けちゃいましたね。ずらし抜けも試みていたところに、なるほど、裏めった。ちなみにこのカードなんですけど、はい、ファルコ側に、半永久コンボが存在してて、はい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 、はい、なんか上り食う前から食う前落とし、あーツイッターで見たことあります。一生かけるんですよね。狙いますかね、もつなべ選手。まあ、チコがいると意外とヒットストップが増えてそうもいかないんで、あんまり狙わないかなとは思うんですけど、まあ、チコがいないタイミングでもしかしたら頭の片隅にあるかもしれませんね。そうね、入れてるかもね。そう、よくそこに上から空した、うん、飛び落とした時のリターンはしっかりと担保されてるファイターです、ファルコ。終点を選んだからにはこっちも着地狩りで倒したい。まあ、その台に逃げられないステージですから、うん、ちょっとファルコの視点に立ちすぎてこっちとか行っちゃったけど、はい、まあ、お互い着地狩りが肝っすね、このステージは。どちらも着地狩り強いファイターですもんね。そうね、しがりは間違いなくストロングポイントの一つです。空中前に下スマッシュベクトルが低いぞ。復帰阻止、これは完璧ですね。ファイヤーバードでは変えれず。そうね、ビジョンの裏タクとしてタイミングを変えるファイヤーバードなんですけど、まあ、それまで確認してましたね。下スマからサーティース、さあ上強で浮かせた、空中上は取らない。上スマッシュの対空を試みていきましたが漏れたか空後、ね、背が高いファイターには上り空中後ろが当たるんですよね。結構それこそクラウドっぽいその下り上りみたいな振り方でしたね。そうそうそう、ストックが並んだら、はい、しかもパーセントもほとんど5分と、ね、配信外ではありましたが本日モツナベ選手ね、一度そのストックを並べたところから一気に流れを掴んでという試合を見せてくれましたから。来たぞ上京クースター。さあモツナベといえばこのクースターを絡めたコンボ、上投げからの空中下メテオにはならないが、クーマイが当たってモツナベワールド全開。これぞモツナベファルコ、持続当ててもいいですね。本当にこのファルコの空車の使い方はこの人が頭一つ抜けて上手いですよね。まあそうですね、この技に最もこう注目した男、はい、まあ、ご本人もこう全てのファルコ使いのコンボルートを俺が変えたっていう風におっしゃってたんですけどまあ言っとけって感じですけどねまあでも実際そうかも、はい、結構その革命を起こしたプレイヤーの一人ですよね、うん、さあ、ステージは戦場、結構戦場は確かにお互い得意としていそうな印象がありますけれども、うん、ね、まあ、ことファルコに関して言うとビジョンでのこう横軸のやり取り、はい、っていうか横軸の着地狩りって言ったらいいのかな、はいはいはい、ちょっとやりづらくはなる、はいはいはい、けど台を絡めたまあ立体的なこうニュートラルはこうできるんで、まあ、空中戦は得意なファイターですよね。そう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 、さあビジョンが当たる、着地狩りでリターンは出づらいけど代わりに立ち回りがトリッキーになるよっていうステージです。ただ仕留めたのは崖と、うん、上スマッシュ、まあ、なぜ崖まで行けているかというと、はい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 、この台ジャンプが高すぎることによってあらゆる台に好き勝手に乗ることができるんです。なるほどなるほど、
か立体的な軌道で前を詰めて一気に崖まで持ち込むことが可能っていうのが戦場ファルコの強みですね。中央ラインも本当にこう何択乗っていきますもんね。そうあれ思いやりゾーンなんでね、ファルコの、ファルコにとってはそう大シャン1回でぴったり乗れるんでね。あなるほど、だあ地上から大ジャンプであそこまで届くんですね。そうだよ、それは凄まじいジャンプの高さですね。今は乗らない選択をしましたけれども、さあビジョンを掴んで前投げ DA、 ビジョンでの差し込みをことごとく、ことごとく止めていますが、ここはチコが出てきてコンボ中断、上強で浮かせた クエヌ。クエヌはなぜ得意かというと、はい、この上りクエヌが大上展開になってめちゃくちゃ美味しいから。はい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 、大下にも当たるし大上にもその固めができるしってことで、しかもその撃墜の主軸になる空中上攻撃なんかも、あそう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 展開でつながるんで。さあ壁キックからビジョンで乗って上詰め当たらない、上極後地高を飛ばして決めに行くか復帰阻止、まさにタイミングをずらしにずらして空下のメタルをかいくぐりました、うん、移動距離が長いんでね、あの空下の持続ぐらいだとこうロゼタ後出しできちゃいます。ファルコはミスるとファイヤーバードで復帰しなきゃいけなくて一気に辛くなります。そんなの空下で叩かれるに決まってるんで、はい、上下がおおうまい、差し投げチコが前にこうスライドしてくるの分かってましたね。それをジャンプでかわして着地してから投げて崩すと弱撃墜、ちょっと上変更が吹っ飛び加速につながっちゃったかな。はい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 、はい、あの下変更してると吹き展開がそうなるときついんで、ファルコはまあ生存できそうなら上変更入れるんですけど、上変更してビジョンでも大丈夫だ。そう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 、スターピースが当たる、上スマッシュはギリギリ間に合わないか。ここはガキャン上スマ着地狩りの展開を作ります。下強で低く飛ばしたビジョンからもう一発ビジョン、相当ビジョンに対する変更がいいですね。やばくない、なんとか崖を越えて空中上まで手前来た、これは撃墜、最終段まで当たっても撃墜か。まあ、空中前が上りで当たるということは地上あらゆる地上攻撃が降り空中前、空中前落としから確定するので、まあ上スマとか下スマとか下強とか何の技でもコーラ絶対に対しては上り空前から確定させられるんで、まあ、上りからいけるっていうのはね、もう本当に強力な要素になってきますよね。空中前最終段チコはいなくなった、空上空上の固め、さああるぞ、空上から空上いやー完璧、復帰も強くなりますね。ロゼッタは3つの台それぞれに乗れるようになって、はいはいはい、台に乗りに行きますもんね。そうそうそう、来たぞ、これはおもろい、大鍋ドリーム、ドリーム空下から空下をもう一発と火力を稼いだコンボ、あうまい、前に後ろ歓声を乗せて反撃が取れない、外回避は許さない、ねじ込んだ、総裁とかいろいろあったんですけどね、ねじ込みましたね。はい、まあその先ほどから何度も触れてますけど、こうライン回避をしたくなるような内側に向かってステージ中央に向かっての回避に対して、こう今度は逆にね崖側を背負っていたのは松並選手だったんですけど、まあそうねそうね、まあ、そういうやり取りがあるんですよ。シールドに対してはめくり回避は実は強い、はい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 、はい、シールド解除のフレームが11フレームかかるんで、はいはいはい、そうですね、なんか回避で逃げたくなるんですよね、距離を取るために。でも後出し回避なんでそれって追えるんですよね、ダッシュで。そう、まあ、シールドを見てから回避をしているわけだから、そう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 、投げ上投げから空中上裏に待って、これね上強にはチコの暴れ、うん、今度は暴れだった。ジャンプキャンセル空下とかで多分取れると最大なんですけど、はい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 、見てからむずい。さあそして空下が絡むこのコンボルート、うおー空対空直接空中後ろ炸裂、ザストック先制です。モツナベハルコ前管理から投げを通す、ただチコが邪魔をして思ったような展開にはならなかったでしょうか。ジャックを置いてジャンプから、うん、もう一度、さあこれはジャンプが潰れたがチコの横スマ当たらない。ここで通した打ち返しからライン外で変わります。掴みで後ろ投げ
地面を踏みたい、空中上、空中後ろ、台が3つあるということも相まって着地がかなり、はい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 、いいですね。落下が早いんで、まあ、とりあえず台上に強引に回避で着地しちゃえば、はい、シールドは張れるから、まあ、拒否はできるよねっていう状況になるんで、あ、来た、これはが、なるほど、中央落としから決め強空した、うまく繋いで空下の発空中下、これはメテオにはなりませんが崖の展開が続く、投げをかわしてダッシュで追いかける、回避しろ回避しろと聞こえてくるような前ダッシュでした。そうね、ここで空中しろ、激痛奪いました、スタートキープ、ビジョンをガード、背面なので反撃は取れません、裏に回って、なるほど、今度は前回避じゃなくて N 回避にパーツ変えてきましたね。松上選手はシールドに対して回り込み回避っていう圧のかけ方を継続して行ってるんですけど、ユウ選手の対応がちょっと変わってきました。ウエスマン置いて、さあチコから繋いだ空洞、だいぶ着地にはウエスマッシュ、下スマが通って、うん、チコの固めはガード継続、台を経由してビジョン、いやむずいね、下強が当たって漏れるね、ウエスマが漏れる、高めを蹴り上げるウエスマッシュ、ガードが漏れます、上シフト必須っす。さあルーガーズクォーターファイナル勝利に王手をかけたところでしたが、下スマッシュが通って完全ゴブで最終ストック、まあ、ロゼッタは冷たく制圧しなきゃいけないんで、はい、ファルコ側はもうこのステージ第3つ使えばもういかようにもぐちゃぐちゃにできる、はいはいはい、から、まあ、難しいことを知られてるのはロゼッタ側ですね今。さあ立ち回り制圧しきることができるか、これは先ほど受け身の展開、接近のことごとくを払いのけていきたいところです。ブラスターが当たって持田部選手にしては珍しくブラスターを多めに使う時間、そうですね、チコを飛ばした方がいいんでシンプルにこのカードは、はいはいはい、はい、チコの耐久値をブラスターで削ってからチコをどかして読み合いを仕掛けようっていう、まさにその目論見通りの展開になりましたが、ここは体位を使ってチコが戻ってくる時間をうまく使いな、ユズロゼッタ上京空港は繋がりませんでしたが、今度は下りの空中前、これは崖に空前落とし、上京空港はギリギリ確定せず、ウエスマッシュ大運に振り抜いていく、ガードが削れた、おお、掴みを通してここで前のめり、あーまだ続くか、立ち上がりにウエスマッシュ、どうなる、移動回避、移動回避でウエスマッシュをかわした、おー取ってるぞ、どうだパスは繋がった、どこまで伸びる、さすがに必要はない。繋いで横に飛ばしましたが、上からの差し込みを許さない。セクシー？移動が響いてる。崖に戻ろうというところに下妻を刺して一本返しましたユズ選手。いやよくあれだけ圧かけられてる中で跳ねのけましたね。崖背負った時の、まあ、上スマッシュとか、はい、特になんか空前落とし上京空母のシーンとか、はい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 、めちゃくちゃね、あの恐怖してもおかしくないシーンだったんですけど、はい、まあ、台上でもつれたのをいいことに、台上横強とかでもつれたのをいいことに、台寄り食う前からなんか気まずいバウンド展開作って、その安定になるシールドを強引につかみで崩して展開を獲得するっていう勝負強さが生きた試合でした、はい、この辺はやっぱりこの百戦錬磨のユズ選手のさすがのその経験値のメンタルの強さ、ステージは終点、コーネリアの調べとともにここで決めようという持田部選手です。さあスターピースから先ほど当たる横スマに上から通した空下がですが、やってきたチコ火力は伸びきらず、ブラスターを当ててラッシュ掴みから上投げ空下、なんか踊ってるが N 落とし、上京空下、なんか踊ってるが N 落としいや最後空港チコのダンスを意にも介さず、そうね、全部ケアしてましたね、上京上京空中上空中上空中上、うおチコ行く振り、空中後ろが当たる、ドキボイから一気に持田部選手が流れを掴んでいる、いや終点が元来そういうステージというのも相まって、はい、
これは完全に大詰めの展開ですよ。このゲーム4を勢いのまま取り切ってしまうのか。回避上がり通しました。ガードレシーン止まって、うまーい、ライン回復したくなるところに、ね、上様は漏れるんで、はい、ガードで固まるわけにはいかなくて、でジャンプは空前で落とされちゃうから回避しかないんですけど、それを見てましたね。してやったりと言わんばかりの反転待機から上様して仕留めていきました。アップでありがとう空前。これ激戦になってアップデートありましたっけ。 ありましたよ。最終段まで当たりやすくなる。これやばい、いい暴れだが上京クースター、 N 落とし、井戸回避落として掴みから前投げ DA、 上京が抜けた。いやここは強気暴れ。さあ投げから浮かせ着手狩りの展開、ビジョン、ここでリターン強いねー。最後はビジョン空号、終点ファルコなのよ。これが台に逃げられませんから、そうどうしてもこのビジョンの読み合いにつきあわないといけないという。そうなのよ、追いかけ切った終わり際のビジョン。ゲームカウント3対1、もつなべファルコ勝利です。映りに来ましたね。うるせえな、顔がうるせえな。まあこういうことできるのもね、勝者の特権、はい、ラスタが出ていますし、そう SS